皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は SD ガンダムバトルアライアンスのファミ通紹介をしていきたいと思います。共同戦線でガンダムの歴史を取り戻すアクション RPG、 ブレイク現象発生、ランバラルの司るグフがホワイトベースを襲撃します。アニメでもおなじみのシーンですが、ブレイク現象によってグフがガンダムバルバドス第6形態にこの偽りの物語をプレイヤーの手で正すのがブレイクミッションです。取り戻した歴史で名場面を追体験します。ブレイクミッションをクリアすると本来の名場面や名勝負が展開するトゥルーミッションが発生します。アムロの司るガンダムとランバラルのグフが相対するあの名バトルをプレイヤーの手で再現できます。設計図を集めて新機体を入手します。ミッション中設計図が手に入ることがあります。さまざまな設計図を入手して解析率を上げていけば新たな機体が入手可能です。新たな機体で次のミッションに挑めます。入手した機体はキャピタルや拡張パーツで強化しましょう。強力な機体を強くしていけばどんな強敵にも対峙できます。手に入れた機体を強化して戦場に行きましょう。拡張パーツを装備することで武装の弾数向上などより幅の広い強化が可能になります。キャピタルによる機体強化ではできない部分の強化もできるのがポイントです。ミッション中に手に入るキャピタルを消費することでヒットポイント、ブースト、格闘、射撃といった機体性能を強化できます。初期性能に関わらず強化次第で活躍できます。シロアマダですかね。キャラクターボイスは檜山信之さんです。極東方軍所属機体化混成隊長、第 08MS 小隊隊長、士官学校時代の経験から仲間の命を大切にする志を持ちます。刹那 F セイエイ、キャラクターボイスは宮野守さんです。ソレスタルビーイングのガンダムマイスターで純粋種のイノベーターとして覚醒してリボンズと最終決戦を繰り広げます。アスランザラ、キャラクターボイスは石田明さんです。ザフト軍所属のパイロットで親友キラとの戦闘後に特務隊ファイトに栄転します。最新鋭のジャスティスガンダムが与えられます。というわけで今回はこの辺で SD ガンダムバトルアライラン SD ガンダムバトルアライアンスのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。